途中マジうんちしたくなったらごめんね。いいよ。もう始まったかな？多分始まってると思う。まだね、俺二窓してるんだけど絵は来てない。いいな、とりあえず、もう始まってるから。やべあ、やべ始やまっべ、てる。見られ始まってたらる。急に来た。あ、始まりました、始まりました。始まった？はい、よろしくお願いします。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 やべ、開始早々ちょっとうんちしたくなってきゲストは、ガイナーレ鳥取で一緒だった稲森選手です。お願いしで、ま今日、す。お願いします。今日はちょっとテイストを変えて、やべ。稲のことは結構僕自身は、まあ、ほぼ一緒じゃないけど、結構家も近くて一緒にいる機会が多くて、稲のことそうっ結す。構知っちゃってるから、ちょっと逆に、まあ、淳はこの間一緒に大阪行った時の稲は会って一緒にね、飯食ったけど、まあ、ちょっと違う、角度から淳がやっぱ見れると思うんで、ちょっとまあ淳になんかちょっとパスをもらいつつ、いろんなこと引き出せればと思います。ちょっと俺多分あ、そっか、投稿動画で僕出てるんですよね、このチャンネルでそう、ね。アツシは僕の幼なじみで、そうですね、小学校、完中全学に校一緒。一番サッカー感出してますけど、全然サッカー関係なしに、めっちゃ野球部です、僕野は。球部で、です。ただ幼なじみっていうだけで、ちょっと今回はいろいろコメント読みながら、お二人に話を振る役割として、あまり出しゃばらずに、初めてライブ配信に顔を出させていただきますので、よろしくお願いいや、し髪ま切ったす。のいい感じって言われてるわ。誰ですか？河内さん。コメントで河内さん、ありがとうございます。声がハウってる？ハウってるってなんだ。ハウってるってなんか、ふわーん、あ、ふわーん嘘。みたいな。ハウってないよね。普通に聞こえるけど。多分、でも声変、淳の音変って言われてますね。マジで。ズズの音は普通ですけどね、多分、中地の方で設定してる OBS の方の問題かもしれ OBS のない。設定。で、俺もちょっと声離すわ、これ。どうでした？あっちの声変や。どうでした？入ってました？声変声どうだったで変すか？すいません。本当に全然サブポジションの僕が足引っ張ってます。マジ？大丈夫かな？いいかな。まだ変じゃ、かな？まずどっから聞こうかな。あまり喋らないので、多めに見てください。まあ鳥取で一緒だっ普通たけに、どね。多分、結構これ、中地チャンネル、サッカー少年たちが見てるんですよね。見てるね。なので、僕が、もしサッカー少年だったら、2人の幼少期、例えばいつサッカー始めたのかとか、人とは違う、どういう練習してたのかとか、そういうことを聞きたいと思いますよ。答えてください。人とは違う。幼少中井期。さん、何歳からやってたんですお母さんのお腹に中にいる時から。か？ はい、稲森さんお願いします。反響してるな、マジまで。だ酔ってるんですか？ まだちょっとね、ちなみにすみません、中井さん、二日酔いなんですよ。多めに言ってください。僕は小2とかっすね。でも 小2始めからたの始めたんですか？小2っすね。ね、小学校の頃からでかかった？でも、ちょっとみんなよりはでかかったかもしれない。今185センチありますからね。185センチで、っすね。まあ、そずっの時かと、らタッパーはあって、そうっすね。プロになってディフェンダーのセンターバックとか言ってましたけど、幼少期はポジションどこだったんですか？サイドハーフとかしてましたけど。いガや、あるンあるバだの、ね。どんどん下がってくもんね。ガンバのジュニアユース受けたんですけど、落ちたんですけど。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。その時も、サイドハーフで受けました。で、最終選考で落ちました。で、中学校の部活、なんかどっかので、クラブ中チ学ーム。校はガンバ、なんか門真っていうか、ガンバの枝分かれしたやつみたいなの入ってたんですよ。で、2人ともかっこよすぎるな。ユースでなんか、ユースはいけてたんですセンターバック。よ。ユースセンターバックス。いつからセンターバックになったの？中2ぐらいですかね。中1の終わりぐらいからです。というか、すごいですね。
稲森君ってそのガンバのユースに落ちてるんですか、昔。あの 中学生のジュニアユース。ジュニアユースに落ちて、で将来はでもガンバ大阪でプレーしたんですよね。そうですね、高校のユースにはなんか呼ばれたんで行けたんですけど、ね。で、中地はレイソル そのジュニアユースに落ちて、柏レイソル入ったんですよね。レイソルのね、ユースかな。あ、ユースか。で、中学生、中3の時に受けて、レイソル落ちて、もう絶対レイソル、俺とんなくて後悔させてやると思って、絶対行かないって家帰って、母親に言って、10年後行ったすぐ。どうしてもね、お給料の方がね。落ちた。なんか記念に友達が行こうっつってさ、友達が応募してて。あ、そうなんですか。それなんかあるあるで受かるパターンじゃん。一時で落ちた。何も見せれなかった。でもその時になんか最終選考まで残った人たちは誰もレソルに入れなかったらしくて、そこで落とされた中条はレソルに入ってるんですよね。確かにそう。誰も取ってないってことですか。いや、取ってると思うよ。でもまあドゥと近藤直也っているじゃん。あ、はい、ドゥも多分その試験受けてたのか分かんない、あの引き抜かれたのか分かんないけど、ドゥもユースからだから。あ、そうなんですね。うん、トップ上がったらドゥと、あともう一人宇野沢ってやついたけど、宇野沢分かんない。ガチで言うと中地はいつ始めたんですか、サッカーって。もう小2の頃はもう毎日ヴェルディの服ばっか着てた俺記憶があるんですけど。めっちゃヴェルディ、カズさん好きだったから。習い始めたのはでも小4とかじゃないかな。え、嘘だ。うん、小2の頃なんか来てなかったっけ。あれ、あ、小2から来て、あの引っ越してきて。そうだよね。だけど巻いたところが強すぎて、うん、前の小学校が、はいはいはい、でこっち来て弱いじゃん。弱いから最初入ってなくて。あ、弱いから入ってなかったんだ。うん、じゃあいきなり入ってみたらもうエースだったじゃん、中地は。え、あれ、中地が固まってる。中地が固まってる。なんか中地さん変な いい顔してたって今。いい顔で固まりました。じゃあそっか、だからいきなりうまかったんだ。基礎体力はもうめちゃくちゃあったんですよね、まあ、遊びでやってたから。うん、でまあ実際に入ったら最初キーパーやらされて。マジですか、それ聞いたことなかった。でボールポストによっかかって座ってて、あいつやる気ねえなみたいな感じでミニゲームでフォワードやらせてくれて、うん、そこで点取りまくったらフォワードになった。いや、点取りまくってたマジで。そしたら最初なんでキーパーなんですか。え、なんでキーパーなんですか。最初入りたてだし、そのどんぐらいの分かんないじゃん、ポテンシャルが。あ、とりあえずやっとけって感じ。そう、キーパーいなかったから。とりあえず最初キーパースタート。全然想像できないですけど、中井さん。めっちゃやる気なかった。ゴールポストでこんなやって。そうなんです。いきなりでもうまかったからね。俺もだって最初そのフォワードやったりとかさ、中盤やったりしてたけどさ、いろんなとこしてたんです。そうだけど、もうどんどん後ろに下がってって、サイドバックまで下がってって。あ、自分の意思ではないですか。自分の意思じゃない。あ、そうなんですね。そう、高校からだもん。あ、高校からなんですか。そう、高校の最初入った時もトップ下とかやってたけど、なんか左利きだし、なんか身体能力でバチ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 やってたら、サイドバックやれって言われて。あ、また変わってる。俺動いてんだけど。中地の回線がもしかしたら弱いかもしれないな。嘘。うん、2回目固まりましたね。こっちはすごい動いてるよ、ちゃんと。あ、でも声聞こえてるから大丈夫です。あ、そう、大丈夫大丈夫。まあ俺のことはいいんだけど、その稲のプロを目指す、あ、でもガンバ入ってるからやっぱプロは意識するか。ああ、え、小学校の時ってことですか。いつ、なんかまあ子供の頃はその夢として多分持ってたと思うんだけど、あ、そのあ、いつからプロ意識しだしたかってことですか。うん、こう、あ、でも高2ぐらいからですね、本格的なの。もうトップの練習とか行ってたの。なんか行ってましたね、ちょくちょく行って、うん、西登録みたいなのあるじゃないですか。うん、
ニス登録しだしたぐらいからなんか現実味出てきて、でなんか2年の終わりぐらいにこうある程度絞られるじゃないですか、いける、うんうんうん、いけこん中のあと3人4人からこの中から選ばれますみたいな感じ、うんうんうん、それに入ったぐらいからちょっとプロあるんじゃないかなみたいな、もう結構中心的なあれだった。いやガンバだってさすごいじゃん、トップチームじゃん、トップクラブじゃん J でも。ああそうっすね。そこででもよく上がれるのなんてそんないないでしょ。僕の年の3人上がったんすよ。ああでもその3人のうちの1人、しかもキーパーセンターバックセンターバックなんで後ろの、すごい手堅いねそのチーム前の選手誰も取らなかったんですよ。へえ、まあ、でも前はやっぱガンバすごい人がやっぱいっぱいいたんで、前の選手なかなか確かに本当にずば抜けてないと。まあ、チンとかも前だもんね。そうっすね、その時もやっぱチン君とかもいたんで。ディフェンスのガンバユースの人っていなくない？あんまいないっすね。いないよね。そうっすね。今で言ったら、庄司君とかやったらあれじゃないですか、ジュニアユースジュニアユースとかっす。米子でしょ、で。はい、そうです、米子。そうだよね。すごいっすよね。稲森君はこう、ずっとガンバで育って、はい、で鳥取に行った時は、どんな違いを感じましたかっていう質問が、コメントが来てますよ。あ、行った。ガンバから鳥取行って、そのガンバと鳥取、あの、大阪と鳥取でどういう違いを感じたかっていう。そうですね。まずは環境の違いは最初に感じましたね。やっぱ芝生とかもやっぱすごいいいとこでやってたんで、うん、急にそれが砂漠になったわけですね、じゃあ。そうですね。怒られそうです。俺がボケちゃいけないわ。さっき俺がボケちゃいけないわ。怒られない。悪い癖が出ました。すみません。失礼しました。まあ、そうですね。環境がちょっと劣った感じですか。まあ、そうですね。最初はレンタルだったんだね。レンタルです。レンタルで行って、そのまま完全。そうですね。松波さんが、その時監督だったんで、僕、ユースの時とか松波さん、コーチでいたんですよ、ユースの、うん、それで結構よくしてもらってたんで、なんか鳥取の監督になるっていうのを聞いて、で呼ばれたんですよ、だから行くってなったんですけど、うん、まあそれとあと環境と、あとはまあ周りがやっぱやっとさんとかすごい上手い人がいて、言ったらパスコースとかがもう言ったらいてほしいところになる、いるのが当たり前のとこにいたんで、その辺の周りの違いはめっちゃ感じましたね、うん、ここ出したいと思った時にあれみたいなのが最初めっちゃあって、そこが最初一番悩んだっす、うん、当たり前だと思ってた自分がいたんです。人間関係的には、人間関係的には別にみんないい人ばっかだったんで、あと若い人いじめられてはいない、大丈夫、あ、大丈夫です、中地さんぐらい中地にいじめられてました、中地さんにいじめられてました、まあだいぶこの人中地にいじられてきたんだろうなっていうのはね、この間その3人で実はね、僕ら岡山でぼったくられたんですけど、その時にね、中地がその稲丸くんいじってるのをすごい見て、うん、まあ、その背景はすごい見えましたね、選手時代どういう人間だったのか。いや、まあめっちゃいい人でした、中ですよ本当にめっちゃいい人です。いや家近かったし、そうっすね、鳥取って試合行くのに2時間かかるの、ホームゲーム米子市で、米子市で練習場があって、島根側の方かな、米子市で真逆なんだよね。そうっすね、鳥取市が真逆で、あっちなに、京都どこに当たんの、兵庫と隣、鳥取って兵庫と岡山とかじゃないですか。いやいやいや、左側は島根じゃん、はい、右側はあ、兵庫っすかね、兵庫だよね、兵庫
兵庫寄りだもんね、鳥取市は。兵庫寄りっすね。で、高速が俺が行った時はできてたけど、昔なかったんでしょ。なかったっす。あるけど一車線だから前トラック走ってたらもうそれと同じスピードでしか行けないから。そうなんですよね。で、バスで行かないで、その乗り合わせっすね。そう、みんな車5台とかに3人とか4人乗って試合会場のホテル、俺らそのホームゲーム全泊だから、前の日泊まるで、そのまあ俺も稲も試合出てたから絶対その年下が運転していくんだけど、絶対稲森のあのスーパーカーがミニチョロ Q っすか、ミニチョロ Q が止まって早く行きますよみたいなオーラすげー出してくるから全然出てこない。中井さん全然出てこないっすよ。いや、マサルでしょ出てこないの。いや、なんかよかったんだじゃんね。そう、だからもう試合の往復が毎回一緒だし、そうっすね。なんかその、なんか田舎寺は稲森くんになんかプレーとかについて説教したりしたことあったの？いや、説教はしたことはあんまないかな。いや、なんかマジで、この、うん、でかくて、で、センターバックの左利きって結構、国内探してもいないから。あ、左利き？稲森左利き。あ、そっか、そう、左だった、そうそう、左利きで、その、まあ左利きってその同じ条件整ってるやついても上手くなかったりとかやってるから、すげえいいところ見てるし止まった？あ、みんな目線は違うとかな。俺目線は今、目線は今いい顔してたっす。声もいい顔してたっす今。いい顔してたね。え、中地から見てじゃあ稲森くんは結構、いや、めちゃくちゃ良かったよ。結構テクニックはすげえ、俺に出すふりして、うん、俺出しにしてすごいいいところつけてた。中地はおとりにされた。そうそうそう、出せっつってんのに俺おとりにして、ほぼ出さない、ほぼ出さないから。そう、すげえ前をちゃんと狙ってて、いやいや、ただ多分ガンバだったらそれが普通にちゃんとあのいいパスとかなって、いや稲森いいとこ見てんなみたいになるんだけど、鳥取はまあそのガンバほど選手優れてなかったから、あ、その稲のパスに対応できなかったんだと思うんだよね。はいはいはい、結構そうじゃなかった。稲がつけて、そうですね、なんかまあはまっちゃうことが多かったね。で、そんな違うんだね。稲がそこに、お前がそこに出すからだよみたいになっちゃうもんね。そうですね、それで結構パス出すのが結構なんか、そうでしょ、怖くなったっす、ちょっと。いや、俺2試合だけボランチやったんだけど、だけどそのすげえ、あの稲からすげえところにパス出してくる、すげえちゃんと見てる。他のやつ見えてないけど、そのやっぱ相手をちょっと騙してくれるから、うん、俺に出すふりして違うところに出すじゃん、うん、それをやって俺に、あの、そのボランチとかに出してくれるから、あの、来るなって分かってればその相手が一歩二歩遅れてくれるから、稲のおかげで、はいはいはい、だからすごく良かったんだけどね、もったいないよ本当。俺はちょっとね J3 向きじゃなかったかなって思うな、稲は。あ、2人は結構噛み合ってたんだね。でもそのパス交換全然全然噛み合ってないよ。噛み合ってないの？ダメじゃん、ダメじゃん。ええー、噛み合ってたっすよ。噛み合ってた、はい、踊りにしっかりと隣に、俺のいつもその4バックの俺がこっちで稲がここみたいな、うん、隣同士でさ、試合の行き帰りもさ隣同士でさ、もうやんなっちゃうよ。ずっと一緒じゃん。ずっと密だったんだね。ずっと一緒だった、ほんと3密してたんだね。なるほど。なんかさ、あの、多分サッカーには関係ないんだけど、ベタ踏み坂っていう、ああ、ある、何、俺知らないんだけど、島根と鳥取をつないでるやつでしたっけ、確かに。知らない。え、それは何、もうベタ踏みでずっと踏んで、か、もう、なんか、かっ飛ばせる。CM で一回、車のなんかの CM で出てたんですよ。その坂、はいはい、その橋っていうの。へぇ。結構急なんですよ。めっちゃ急で、まあ、ベタ踏みしなくてもいけるんですけど。あ、でも、まあ、ベタ踏み
でいかないといけないぞっていう表現の、まあ、そうそうです、坂ってことだ。へえ、あ、そうだ、そうで、あ、そうですってコメント来てる。へえ、知らなかった、俺。よく知ってますね。完全に川鍋が稲森懐かしいですねって LINE してきたけど。見てんのか。あ、鍋さんですか。鍋。あ、センター、僕の右にいた頼りある先輩、鍋さん。ええー。顔面骨折してまで点を取って強っ。で、骨折治ったらメンバーから外れてるっていう川鍋くん。なんかさ、ごめん、初心者目線のしょうもない質問かもしれないけどさ、うん、変な話、極端、あの、大げさに痛がるサッカー選手とかじゃ、昔のリバウドとかあのネイマールみたいな、うん、あのあれって実際なんかあんだけこう何万人とかでサポーターに囲まれてたらアドレナリンとか結構出てるんじゃないかって思うんだけどさ、あれ本当に痛いの、うん、本当に痛くない時もぶっちゃけあってパフォーマンスやってるのか、うん、もうガチで痛い時はマジで我慢できないぐらい痛いのか。ガチで痛い時は結構単価だと思うよ。あ、本当に確かに単価取らなかったらほぼ演技じゃないかあ、そうなんだ。うまい、うまい、うまいっすよね、それ。何が痛い振りうまかったの。永井さん演 演技派だった。永井さんコケンのとかうまいじゃないですかこけんのうまいの中地。こけんのっていうか、そういう、そういうのでもうまいっす、うまいっすよ。ファールもらうのがうまいってこと？誘ってたから。遊んでたっすよね。そうそうそう。パスとかもうね、遊び感覚ですげえとこ出すから、ね。へえー。もっと褒めてよ。そんな余裕持てるぐらい持ってるです。で、たまに取られて稲森が必死になる稲森の出番です。ほんとたまになんかね、今日は中地メモ作ってないのっていうコメントが来てます。あ、今日中地メモね、ちょっとね作ってないなんすか中地メモ。作ろうと思ったんだけど、そう、結構さ、経歴とか毎回対談する人の経歴見て、何試合出たとか、何得点取ったとか、それメモして、まあなんか聞きたいこととか、そう、あれしてんだけど、経歴が短すぎてすぐ頭で覚えられた。もう覚えれるぐらいの短すぎ、うん、3チームだけだったから。稲森くんはそのプロは何歳の時にプロ入りしたんですか？18歳ですね。あ、一緒なんだ中地と。うん、高卒ね。そうですね、高卒、早いね。で、25で5ですね。はい、7年間ぐらい、約、うん、そうですね、8年ぐらいですか。8年。何試合出た全部で。何試合ですかね。 何試合やるか分かんないですけど、 J1 で出てないんで、うん、J3 だけなんで。あ、100ぐらい。 J1 出なかったんだ、試合は。100出てないですね。あ、そうなんだ。ぐらいじゃないですか、たぶん。100しか出てない。しか出てないです、たぶん。100しか出てない。100しか。中地じゃないですか。それ中地さんに比べたらもう、やばいっす。中地さん、なんで。俺の時だって J3 なかったからね。そうっすよね。そう、クビになったらもう、無理だったもん。もう社会人とかしかないです。そう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 。あ、だから今はすごいいいよね。今いいっすね。チームもあるしさ、いっぱい。中地何試合だっけ。俺310ぐらいかな。310試合、うん、やっぱそれすごいことなんだ、サッカー選手から見ても。いや、めちゃくちゃすごいっすよ。はい、へえ。そんだけ15年やったからね。いや、そんだけ安定して認められてたってことじゃないですか。天皇杯込みで70試合だって。え？あ、全然じゃないですか、じゃあ。そんなだっけ。そんなもんすね。そっか、なんかもっと出てると思ってた。え、中地、あ、違くて稲森くんがってこと。あ、そうそうそう。あ、調べてくれたんだね、川内さん、ありがとうございます、うん、70試合出てってことね。鳥取でどんぐらいか。だって、あ、試合数が少ないか、J3 は。もうそれもあります。試合数少ないんだ。10、ん、なんだ、稲森くんが固まったよ。大丈夫だ、また大丈夫大丈夫、今動いてます動いた。2人固まるね。
うそ。結構こだわるね。今コロナのこんなまたさ感染者が増えてきてサッカーやりづらい状況になってると思うんですけど、子供たち、まあ、サッカーってやっぱ外で駆け回るスポーツだから、うん、こんな時にこういうことやっといた方がいいんじゃないかって、これやっとくと周りと差がつくよみたいなことって何かありますか、稲森君から見て。今コロナの時期にできることって。そう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 、なんか例えばこういうトレーニングしとくと、まあ、フィジカルがこうなってこうだよとか、ちょうどほら今パーソナルトレーナーでもあるから。ああそうですね。まあでもプロなってる人ってなんか大体なんか一個ちょっと飛び抜けたもんっていうか持ってると思うんです。中地さんだったら左のクロスの精度とかめっちゃ高いじゃないですか。右足でしょ右足使ったとこ見たことないかそういう武器、平均的になるよりなんか武器持ってた方が絶対いいと思うんで、うん、だからまあ例えばクロスとかが好きなんだったら本当それをまず極めてみるとか、そういう一つをまず他の人よりも上手いって自信持って言えるぐらいにするのが大事かなっていう。あ、だから誰かと一人だからサッカーボール持って一人で公園とか行って、まあ、そういう練習を、そうですね、ね、一つなんか好きなことをひたすら練習するといいな。ちなみに稲森君はその自分の得意な持ち味の武器って何だったんですか？なんか中地はほらクロスを上げるのが得意だ。僕はやっぱ左利きだったんで、はい、あとは左のビルドアップとかが好きだったっていうか、まあが得意だったんで、その足もパスビルドアップ知らないでしょ、私。そう、俺今言おうとしてた。ビルドアップって何でしょうか？ビルドアップって何だ？後ろから、後ろから繋いでいく。後ろから繋いでいく？後ろで回してるじゃん、ディフェンスラインとかで。うん、うん、回します。ああいうのってビルドアップっていうのかな、ああいうのも。そうっすね、うん、そっから前につけたりとか。そうそうそう、あのパス回しで、でこうパス回ししてて誰かがパッて前に出すの、パスを出すことをビルドアップっていうんだ。あ、そういうのも、そうっすね。あれ、なんかそういうのは絶対当たり前のことだと思ったけどちゃんと名前があるんだ、ビルドアップって。あ、そう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 、そうなんですよ。なんで俺あれかと思った、よくほらあのロベカルとかあの長友さんがやる、なんかディフェンダーがバーって走ってって、オーバーラップですか。あ、ごめん、オーバーラップすみません、もうど素人です、すみません何も分かってないです。そういうなんか一個特化したやつを、うん、なんか持ってれば、自分の性質をじゃあ早く見極めた方がいいのかもしれないですね。俺はもあります。俺の武器これだっていう。そうですね、探して、なんかそっちの方がプロとかなれるんじゃないかな、平均的な人より。でもなんかサッカー選手ってこんな性格のやつが多いってありました？例えば負けず嫌いが多かったとか、真面目な人が多かったとか、なんかどういう人が上手くなっていくんだろう、今いる子供たちはどう、サッカー選手になるためには何が必要なんだろうっていうお話聞きたいです。でもやっぱ負けず嫌い多いんじゃないですか。そうだね、負けず嫌いは基本かな。でもやっぱその負けず嫌い度が年々弱くなってるよね。みんな優しい。俺その J2 行った時みんなあの若かったけど、やっぱそうっす、まあ、イナにしても、うん、まあ、やっぱり優しいよね、プレーが。あー、確かにそれはあります。やっぱこれ世代の違いなんですかね。まあ多分あると思うな。ゆとればゆとるほど、うん、そうなっていくのかな。うん、稲森君がなんかオラオラーっていうイメージあんまないもんな、俺も。そうっすね、うん、そういうタイプではなかったっすね。あんま、もうそういう感じにならないとダメなポジションだったんすよ確かにねだからユースの時とかもあの監督とかにあのサッカーの時は優しくなくていいからみたいな、うん、そこはめっちゃ言われてました。で日頃優しかったんでしょうね、稲森君がだから指示とかも、指示っていうかその劇をあんま飛ばさなかった。なんかナイスとか大丈夫大丈夫みたいな、そんな感じだった。結構そういう声掛けとかってやっぱ試合中重要なもんなんじゃないですか。でもお互いをこう士気を上げるみたいな、まあ、だからなんかあんまり怒れなかった、うん、あ、
優しい子だから。そうそう、なんか逆に褒めてあげればやるけど、いや何やってんだよ何やってんだよとは言わないけど、いやこのタイミングでパスくれとか、それもうなかなか出してくれなかったり、結構強めに言っちゃうと、もうねシュンとしちゃうから。そっかそっか、だから難しかった。試合中にこう声掛け合うじゃないですか、うん、俺一回その横浜 FC 時代その中地の試合見に行って、応援のとかすごい、確かね札幌コンサドーレとの試合だったのかな、応援がどっちもすごくて、もう音が全然周りに聞こえないと思ったんですよ。でああいう時ってお互いの声届いてるんですか、選手同士って。よく叫んでるけど届いてるかな。届いてるんだ。届いてる、ちゃんと聞こえてるんだ。まああれくらいは大丈夫だったかな。そう、もうどうしても声が届かないレベルの試合がありました、過去に。ドーム聞こえない。ドームは響いちゃって。そう、あードームは聞こえない。あとレッツでやるときは絶対聞こえない。レッツ、浦和ね、浦和、あレッツね、サポーターすごすぎて、はいはいはい、あそうなんだ。そうだからレッツの鈴木啓太さんとかはまあボランチでキャプテンで、もうこうやってフィーって鳴らしてたよ。フィーって鳴らしてでみんながそれ聞いてて、指笛か、うん、そうそう指笛して、うん、指示出してた。あもうこれで注目しろって言ってから、そうこれやって見たら、そうそうジェスチャーかなんかで。そうでもしないと分かんないんだね。そうだね。じゃあそれが、まあ、浦和の選手はそれができるけど、浦和と戦ってる方のチームはそういうのないじゃないですか、うん、もうあうんの呼吸でなんとかしていくしかない。もう聞こえるまで。ああ、そう考えたらレッツサポーターの力もちょっとあるかもしれないね、うん、もしかしたら。あれはマジですごいね。そうだね、うん。あすごって言ってる。サッカー漫画みたいだね。まあ確かにね。鳥取の時はテツさんが一番声聞こえてたわ声でかい。まあサポーターも1000とか2000人ぐらいだったかな、毎試合。そうですね。そう、あんまり多くなかったから、うん、それでも多くないんだ、叫んでる声がめちゃくちゃ響いて、柱谷哲司さんね、聞こえたく、聞こえたくない時もしっかり聞こえてます。大声出してたの？あの たまには。いや、だからね、みたいな。自分的には出してます。なんかちゃんと聞こえてたの、それは。あ、ポジション近いから聞こえるか。うん。長井さんに聞こえてなかったら、もう誰にも聞こえないです。そうだよね。確かにね。さすがにそこまでおとなしい人はいないか。そう、だから、ね、まあ、センターバックだし、なんか、やっぱ一番声出さないけ、まあ、キーパーもそうだけど。そうですね、もうなんかもっと自分がやりやすいようにめちゃくちゃ言えばいいのになとは思ってたけどね。でも優しいからやっぱちょっとそこまで強く言えなかったりとか。そうですね、多分俺に対しても多分そんなに強く言えなかったりとか多分あったと思う。中地にはね言いづらそうだなって思ってた俺は2人目で。そんなことない。そんなことない。でだんだん酔っ払ってくるとだんだんね、あの中地もちょっと慣れ慣れしくなったけどね、稲森くんは。でも結構やっぱ上の人が多かったっすね、その時って結構、うん、中地さん、あ世代的になんか すげえ離れてたよね、みんな下か上かだよね。そうっすね、極端だったっすよね。20前半か30前半かみたいな、25人しかいないみたいな感じだった。そんなに離れてたんだ。そうだからみんな、そうだね、10個ぐらい離れてた。ベイラーがそれぐらい離れてるもんね。陽介さんとか、ね、うん、前田さん、ね、稲森くんはその、8年プロでやったって。で、中地の結構そのプロ選手時代、まあ、その学生時代でもそうなんですけど、挫折話を聞いたことがあるんですよ。うん、結構ねそれ聞いて個人的にはいろいろ励みになったんですよ。なんか自分がへこんだ時とかに、あ俺より中地しんどかったよなって思えたんですよね。稲森くんなんかそういう挫折から乗り越えて、なんかこう成し遂げ、何か乗り越えてる、こういうチームに入ったら成し遂げたとか、そういうエピソードとかってあったりするんですか？挫折ですか？なんかそうサッカーに関して、まあでもこういう時挫折して、うん、まあ、プロになってからは正直もう挫折しかなかったっすけど。マジ？いや、まあ、プロになるまではまあそんなあんまなんかないこともないですけど、学生とはレベルが桁違いだったっていう感じですか？やっぱまあ入ってとりあえずレベルの頑張って入って、レベルの違いをまずめっちゃ感じて、
体も違うし、体も違う、こんな、こんなうまいんだ、こんな落ち着けるみたいな体型で体が違うと思うんだ。やっぱでも高卒で入ったら最初体つき違います。あ、そっかそっか、プロと。だから具体的にはそのテクニックとかフィジカルの強さなんかどういうとこに自分との差を感じましたか、そのプロ入った時は。やっぱ一番感じたのはそのなんていうんですかね、落ち着いてるじゃないですけど、この場面で落ち着けるみたいなところでみんなやっぱり普通に落ち着いて、やっぱミスが少ないです、J1 の選手って。簡単、まあなんか普通に聞こえるんですけど、ミス少ないのってめっちゃ大事じゃないですか。まあ、確かにそれが結構 J3 とかだと、普通ミスしないところをミスこうしちゃって、カウンターとかそういうのが多いんですけど、そう当たり前のところで絶対ミスしないっていうのがすごい大事やなって、基礎ってすごい大事やな。安定感がやっぱ違うなってことですね。全然違いました。違いを感じたのは。そうですね。そっかそっか。え、で俺も負けないぞみたいな気持ちにはでも一応なると思うんですけど。そうですね、そうですね。どうでした、そこからどう行動を変えたんですか、稲森君は。そこまでは筋トレとかもあんましたことなかったんですけど、あ、体作ろうって思って、体もしっかり作るようになって、でいろんな、まあ、自分で調べたりもしながらパーソナルとかも通って、そこでパーソナルとかを初めて知ったんですけど、うん、今やってるようなことを。今そこにいるのが実はですね、あの稲森くんが、まあ、もうオープンしたんですか。あ、まだっすね。あ、これからオープンする稲森くんが独立するジムなんですね、今。あの背景、稲森くんの背景が、ね、そうそうそう、間もなくオープンということでどこでオープンするんでしたっけ。心斎橋。心斎橋ですね、はい。心斎橋で、今月ですか。8月の17ですね、一応。そう、8月の17日にね、ここでオープンするっていう、その現場から今お送りしてくれてるんですよね。で、稲森くんでまた違う質問が来てて、ね、大阪の人はぜひ。そうですね、ぜひお願いします、うん、まあ関西の方は、はい、うん、ぜひ。さあ、ポイントポイントであるの、その月額とかなの、1回いくらとかな。あ、一応完全パーソナルトレーニングなんで、うん、あの1対完全予約制なんで1対1でやる感じのジムなんですけど、うん、だから1回いくらっていう感じで払っていく感じです。あ、1回いくら、月額とかじゃなくて。はい、1回いくらなんですか。1回、まあなんか10回券とかそういうのがあるんで、それによって値段が変わるんですけど。あ、はいはいはい、最初に送ったのがね、それが一番安くて7500円。ワンセッション7500円、一番高くて9000円。え、マジで、はい、うち高いよ。うちの兄のワンセッション1万5000円ですよ。めっちゃ高いっすね。ワンセッション1万5000円です、うちの兄。マジか。場所どこっすか。恵比寿です。あ、いやでもすごいな、それは。まあ、パーソナルトレーニング通ったことない人は分かんないかもしれないけど、それはマジで超安いですね。しかも元アスリートから学べるって。 うちのアニメはあのゴミみたいな人間なんで。今度行くわ。じゃあゴミなのに高い。いや、本当来てください。長い、行くわ。そのお腹を何とかします。稲森さんの場所にみんな行こうってコメント来てますよ。え？稲森さんの場所にみんな行こうってコメント来てますよ。いや、本当来てください。みんなで、なんかそのトモさんっていうその視聴者の方なんですけど、稲森くんのね、その引退をものすごい悲しかったって言ってる人がいて、うん、でその引退を決意したのと、はい、時の話と、あとはトレーナーになると決意した、この2つの話をね、あのその経緯とかを聞きたがってるって方がいるので、よかったらその話。そうですね、まあ、トレーナーに、まあ、なろうと思ったのは、まあ、僕怪我を1回したことがあって、あの、まあ、第五中足骨を骨折したんですけど。前髪じゃん。なんか変な顔。なるほど、大きな怪我してる。前髪怪我してるよ、前髪。いや具合の立ち方してるじゃん。一緒オカマバーでもずっと来てたからね、酔っ払って100回ぐらいしたからね、ずっと前髪いじり。おかまくってみんな、俺以外みんな同じような前髪してるんだもん。どんな風向きだよそれと思ってたよ。いや、同じ風向き。いや、二人ともそうや。
岡本もそうやん。すいません、邪魔しちゃった、邪魔しちゃった、どうぞ。第5中高卒折れて。あ、そうですね。折れて、まあ、リハビリする機会が3、4ヶ月ぐらいあったんですけど、その時に結構、いろんなトレーニングとか、まあ、体についてとかもちょっと勉強したりして、そこでなんか、体のことってなんか面白いなって思うようになって、そっからまあ、ちょっとずつ考えるようにはなったんですけど、で、それで、岩手のグルージャー盛岡に行って、で、そこでもなんかパーソナルトレーニングを受けてたんですけど、でそういうのを教えてもらっていくうちに、なんか自分の体の変化とかしていくのがすごい、を生かしたいなっていうので、パーソナルトレーナーになりたいな。自分自身が体験してみて、わ、いいなって心から思えて、興味持ってたから、そうです、自分がそういうお仕事つけたらいいなっていうことで決意したんですね。じゃあ、引退を決意したのはどういう？引退を決意したのは、まあ、まあ、そのトレーナーに興味を持ち出した時期がちょうど岩手にいた時で、で、ちょうど岩手の時になんか試合に出れなくなった時期があって、その時にもうやっぱ J3 は無理かなっていうふうに思い出してた、出してて、でまだできたでしょう。体的には全然いけたし、契約もまだ残ってた。あ、残ってたんだ。あ、残ってたんですか。で、次の年も、あの、一応あったんで、オファーが、その、ブルージャで。うん。でも、なんか、その、トレーナーも結構、ずるずるやって、30歳くらいからやったら遅いかなっていうのもあったんで、これだったらもう今25とか、6でもう新しく、引っ張り始めてもいいかなっていうふうに思って、まあ何か知人からの紹介でそういうトレーナーの人を紹介していただいて、話とかを聞いてちょっとやってみようかなっていうふうに思いました。すごいですね。何か若いのにだいぶ冷静に将来のことを考えるんだね。あの、俺と中地なんて勢いだけで生きてきちゃったからね。え、中地はその何か選手時代にほら、稲森君はなんかこうトレーニングとかしてたじゃないですか。中地はなんかトレーニング、そのフィジカルトレーニングとかなんか意識してやったことあるんですか、中地。あ、ねえな、これ。夏のビーチ、夏のビーチ行くのに、あの、鍛えてたけど。はだから夏に向けて筋トレはしてた。ビーチで寝ても大丈夫だよね。それ、あれだろ、スケベ心から来るやん、夏。サッカーのためじゃないでしょ。サッカーのためあんまなかった。あ、でも体幹やらされたわ。あ、ほんと。体幹やらされた言うて持ってるからね。あ、そうそう、やらされた。やってじゃなくて、あの、ビーチ行くためにかっこいい体を 見せたいから絞ってたんだ。うん、でも中井さん、たまたま僕の元行ってたパーソナルジムの社長さんに教えてもらってました。たまたま。あれだもん、それ謹慎中だから俺の。NG ワードですか。いや全然いいよ。あれ福岡、それ謹慎中。福岡のトータルワークアウト、毎日自腹で聞いたことある。5000円ぐらいあったかな。2週間毎日行かされて、ロックでもない、この体一番切れたわ。すごかったマジで。これは言っちゃいけない話でしょ。えなぜ禁止になったとか、あ、そういう話したっけ、配信で。してないよ。してないか。うん。まあ、それはいいか。うん。それはやめてみましょう。まあ、ちょっと、まあ、後日。改めて。ホモっぽいコメントが来てるけど、大丈夫かと。スケベ目的で稲森さんのジム行ってもいいですかっていう。え、オカマバーの人じゃないですか、大丈夫ですか。いや、違いますね。まあ、ホモはたくさんいるんですよ、世の中にね。パーソナルトレーナーになるにあたって、どうやって勉強したんですかってコメントが川内さんから、川内さんという方から来てますね。ごめんなさい、ちょっとこのタイミングちょっといいですか。うん、私ずっとお腹の調子が悪くて、うんちしたくなっちゃった。はい、ちょっと長めの格闘になってくるかもしれないけど、分かった。絶対に負けられない戦いなので、ちょっと僕、はい、それ答えてもらっていいですか。うん、ごめんなさい、どうやってパズルトレーナーを勉強したんですか。ごめんなさい、本当お腹痛い、ごめんなさい。どうやって、うん、そうですね、まあ、とりあえずパーソナルジム専門の
ジムにあの就職じゃないですけど、うん、して、そこで一から、本当一から。あの、大地くんのところでしょ？そうです、そうです。大地さんのところに行って、本当に、うん、まあ、ある程度トレーニングとかはいろんなことを受けてきたんで、うん、ある程度の本当基礎知識とかは結構あったんですけど、栄養とかも、うん、栄養も結構なんかサッカーしてたらいろいろ教わることもあるじゃないですか。うん、鳥取とかでも栄養指導みたいなのあったりして、うん、そういうのである程度の本当基礎は知ってたんですけど、やっぱそういうとこ入ると自分の知識全然ないなって最初すごいやばいなと思って、うん、でなんかまあいろいろ教わるのプラス自分でこうまあなんか勉強する資料とかもらえるんで、うん、それで一からもう勉強しながら。なんか資格とかってあんの？資格もなんかいっぱいあるんですけど、うん、パーソナルトレーナーって別に資格なくてもできるんですよ。うーん、で資格別に 取るからいいとかがあんまないんで、うんうんうん、だからなんかそういう資格の勉強とかを結構いろんな資格のいいところを結構勉強してって感じです。でなんか同期とかはみんな大体専門学校とかから来た人、だからみんなだからもう知識が最初からあって入ってきてるんで、うんうんうん、そこで結構最初焦りましたね。でもまあスタートダッシュがあれでしょ、知識あるじゃん。え？こっちも知識あるよ。こっちも知識あります。あるでしょ。ないの？サッカーの、サッカーの。いやでもそのさ、まあそこまで体の仕組みとかまでは分かんないけどさ、はい。でもやってないことはないじゃん、俺らも。ゼロではないじゃん。そうなんだ。だから。言ったらその専門学校から来た人よりも逆にそのいろんなトレーニングは知ってたりとか、うん、こういう時はこういうトレーニングした方がいいとかは僕の方が結構知ったりするんですけど、そういう本当の知識っていうか解剖学的な筋肉がここからここについてるとかそういう系の知識がやっぱ全然なかったんで、うんうんうん、あやばいなって最初思って勉強なんか本当いつ以来したやろってぐらいやったんですけど勉強したんだ、はい、もうやらんとやばいなって思いましたね。うん、思ってちょっと勉強しっかりするようになってやっていくとなんか知っていくとちょっと面白くなってきて、うん、自らなんか知りたいなって思うようになって自分からやるようになっていった。なんかさやってってさなんか新しい発見みたいなのって多分あると思うんだけど、あ、そうです。なんかね、その新しい発見がないやつって、うん、俺結構クソだと思っててあの、ちょっと悪い言い方したけど、はい、結構その教科書通りのことしかやらない。あ、これだったらこれだってもう教わって、はい、で、もうそれしかやらないっていう人めっちゃ多いと思うんだ。そうっすね。で、これがこうだから、まあこれでこういうことを新しい発見があったからこの次にこれを入れようとか、なんかさ自分なりのアイデアがある人が俺一流だと思ってて、あ、俺だからそのトレーナーとかそのさ怪我してやってる時とかも教科書通りのことやってんじゃねえってずっと喧嘩してたわ喧嘩してた横浜市の時とかまあきついことやらされますしね。そうで、なんかさ俺もその走るの嫌だしさ、はい、すごくそのネタがないじゃんみんなトレーナーとかみんな怪我してる選手だとか同じことやってない、なんかダッシュしてって。で自分が怪我した時もそれやるじゃん。でも人それぞれさもう走ん、まあ、みんな走るの嫌いだと思うけど、俺特に嫌いだったからさ僕も嫌いです。逆にそれをドリブルとかにしてくれたらあーなるほど、ね、あの少しは楽しめるじゃん。はい、そうですね。そうだからそう人によってなんかそのやり方とかも性格とかを考えてそうですね、できる人が結構俺はあトップレベルじゃないかなと思うけど。いや本当にでもそれはあるっすね。なんか、うん、だから目的が例えばダイエットだってみんな同じ種目やらすんじゃなくて、うんうんうん、だからダイエットはダイエットでも、うん、やっぱりその人の体質とか、うんうんうん、もともとの体格とかの骨格とかもあるじゃないですか、うん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 、それによって
全部絶対変わってくると思うんですよ。いやそうだよね絶対、うん、だからそういうのとかもちょっと意識して、しかも同じメニューだけだと絶対飽きるじゃないですか普通の人だと。飽きる。だからトレーニング好きな人の方が少ないで、一般の人って、うん、楽しくないと続かないっていうのがあるんで、まあ喋りつまんないから、喋りはもろいし、みんなの喋りつまんないからもうメニューであれするしかないよね、メニュー大事っすもん。じゃメニューが大事、あの喋りはほんとつまんないから来なくなるじゃないですか人喋りは面白いっす。いやいや、やっぱさ関西人はさやっぱ面白いっていうイメージあるじゃん。あチンとかも喋り面白いじゃんあいつ。ああそうですね。だからそのイメージでさ、イナもあれ会話してたんだけどさあのいつボケてるか全然分かんなかったわそこが持ち味です。持ち味だね、それが関西人っぽくないっていう、そう、で喋り方も喋り方も関西弁って言われないっす。そうだね、なんで結構きついじゃないですか。きついね、全然関西弁出ないよね。敬語だから。いや、なんか喋り方がゆっくりなんですよ、多分。あ、そうなの。もっと早くなんか言うじゃないですか、関西弁って。ああ、言う。ああ、言うかも。そんな感じで言えないんですよ。なんで？元からっす。元からっす。元からそれが持ち味です。持ち味自分で笑っちゃってるもん、もう。持ち味。へへとか言って。いやでもメニューはそこは本当に意識してて、うん、いやそういうあれがいいと思うよ。人によって人の性格だったり、まあ、体の体質だったりとか。そうですね。だからただメニュー変えるだけとかじゃなくて、そういう意図があって、うんうんうん、しっかり違う種目で楽しめるような感じで、うん、であんまきつすぎても絶対ダメだ、ね、きつすぎたらちょっと来なくなりそうですね。その人に合った、まあ、最低限の努力で痩せれるじゃないですけど、中地さんみたいに来なくなるような人も絶対いるんで、きつすぎたら。きつすぎたらね。マジで。そこのあれが難しいですけど、まあ、でもそういうのを考えながらやるのが楽しかったりします。うん、人に合う。まあ、それならいいんじゃないかな、すごく。うん。だから、中地さんも。そっから東京から通ってください。あ、東京からね。うん、週一で。週一？週一。週一。週一ぐらい来るでしょ大阪。それこそ淳のところで行った方が安いんだけど。15,000円。恵比寿行った方が近いんだけど。近いし安いんだけど。確かに。いいじゃないですか。月一ででいいんだ。まあね、でも行った時はちょっと。ね、ぜひ来てください。やってやろっかな、じゃあ。こっからのご飯。痩せたいんだけど。痩せれる？じゃあちょっとお酒もちょっと若干控えていただいて。飲んだことないよ。いや、今日も二日酔いじゃないですか。この時間二日酔いってやばいっす。いや、昨日ね、ちょっとさ、うん、スペシャルな人が来ちゃったからさ。あ、そうなんですか。付き合いで行ってたの。そう。それはしょうがないです。そう。僕も中地さんが来たら、それは飲みますよ、しっかり。ん？中地さんが来て、大阪が来たら、それはしっかり飲みますよ。やってくれる？なんか中地のお腹をバッキバキにするトレーニングちょっと教えてって。どういうトレーニング？ちょっとだから、中地さんのあれしたいっす。何？ YouTube であれやってください。ビフォーアフターみたいな。ああ。2ヶ月ダイエットみたいな。どういうトレーニングすんの？もうこれ？え、もうそれ、まあまあ原始的な腹筋じゃないですか。それしか知らないんで。古い。古いか。え、でも、ごめんね。ごめんなさい、すみません。すみません、失礼しました。腹筋を割りたいからって言って、腹筋ばっかやってもダメなんですよ。あ、そうなん。そうなんです。何したらいいんですか？腹筋はもう元から言ったら割れてるんで、うん、その上の脂肪を取らないといけないんで。うん。ってなったらやっぱ消費カロリー高い種目とかやった方がいい。下半身の種目とか多めにしっかりやってあげた方が効果的です。中地さんは
そうで、コメントで淳の方が盛り上がってたよって人、別に俺いない方がいいじゃん。あ、バキバキ、バキバカに、バキバキトレーニングを教えてって言われたのね。そうそう。はいはいはい。それで、うん、でも今言ってること正解ですよね。そうそう。腹筋やれば腹筋割れると思ってる人いっぱいいるけど、全然脂肪あれを取らなきゃいけないのか。脂肪を落とすには全然別にそんな効率よくないから。そうっす。そう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 。鳥取にいた当初、うん、この選手うまいと思う選手はいましたか、うん、牧田さんからのコメントです。牧田さんから鳥取にいた時この選手うまいと思ったの、これ川鍋見てるっぽいからな。川鍋って言った方がいいのかな。いや俺鍋さんでもめっちゃ俺は俺でもやっぱ結構衝撃だったのは稲じゃないかな。いやいや、いいっすよ。いや、ほんとほんと。あ、これでもガチだと思う。うん。この間、大阪行ってる時、ほんとに行ってた。二人の時に。まあ、マサルと、マサルは、クロツは知ってたし、陽介くんも。それ、マサルってなんていう名前の選手ですか、フルネームで言うと。クロツ。クロツマサル？うん。クロツマサル選手。ちょっと調べます、それ。あとは、あれかな、シュートかな。ああシュート良かったっすね。うん、かわいい。ゴリゴリ。かわいいシュートって。めっちゃゴリゴリ。そうだから俺の近くにいるやつは結構イメージがハマられたから良かった。ああ。中地マサルとかって言ってるけど年上やん。うん、そうだよ。1982年8月20日生まれ。もうすぐ誕生日ですね。いつ？マサルさん8月20日生まれですって。気持ち悪いね。なんでだよ。しょうがねえだろ。生まれたんだから、その日。うん。あ、でもこの人がうまかったんだ。フォワード、ポジションフォワードでシュートがうまかった。うん。うん、シュートがうまかったっす。稲は誰が？は、そうっすね。まあ、それは、やりやすかったとか、まあ、全部合わせたら中地さんが一番好き。すげえ言わせたみたいになってるわ。いやいや、ほんまに、ほんとにもう左足のクロスはほんとにほんとやばかったっすよ、ね、やばかった。マジでやばかったっす。あとはなんかそんな落ち着けるっていうくらい落ち着いてた中井さんです。結構めっちゃ敵来てんのに全然なんか余裕な顔して結構持ってたりとかするじゃないですか。うん、なんか逆に余裕そうすぎてめっちゃ心配になるぐらい余裕。え、お前大丈夫なんかみたいな。カバーした方がいいかみたいなぐらい余裕持ってたっす。それ実際取られちゃったりはしなかったんですか？取られた時もあるよ。でもほぼ取られないんですよ、それで。へえ。逆にだから引きつけるから他の選手が開くじゃないですか。開いて、うん、いいとこ出してチャンス作るみたいな感じだったんで。はいはい、はい、あれは全然プレッシャーじゃないから。あれあの距離はそうです。中地さんのその感覚がもう僕らからしたらもう全然真似できないんで、うん、あえて寄らせてるっていうのもあるけどね、もっと近くに来いって。そこが本当にすごいです。あ、そうなんだ。なんかね、あの他コメントが来てますね。その脱臼癖があるっていう人ですね。でその脱臼防止、ちょっとどこの脱臼なんだろうね。脱臼防止のいいトレーニングありますかって来てますね。脱臼防止どこの脱臼なんだろうね。肩じゃないの？脱臼肩か。そっか、肩か。ごめん、肩しかないの。肩以外あるの？肩以外あるか。脱臼肩って来てますね。あ、肩。うん。脱臼防止、脱臼防止ってむずいっすね。取る筋肉つけるしかないんかな。まあだからその緩いっていうのがあるんで、脱臼するってことは関節周りの筋肉がまず緩いで、でインナーマッスルっすね。肩のインナーマッスルしっかりまず鍛えてあげた方がいいんで、そういう重たいのをこうやるとかじゃなくて。やってよ、今。今やって。今やって。今やって。今っす。え、ベンチプレスしたら外れたって。それ相当危ないっす。相当危ない。で、ごめんなさい。僕の視聴者なんですけど、
この方は。なんでベンチプレスしてんだ、そもそもお前は。なんで鍛えてんだ。てか帽子っていうよりも手術じゃないそれ。まあ手術した方がいいのか、うん、手術だね、ちょっと見てみてくれ。手術するべきな。でも癖あるやついた、そうラグビーとかやってるやつでいたな、なんかすぐ外れちゃうやつ、なんかクロールとかして泳ぎ始めたら外れた外れたとか言ってやつ。そう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 、手術かってきてる。まあそうじゃない、なんかもうそういうベンチプレスとかそういう大きい大きい系の激しい系のをやる前にしっかりまずみんな肩の中のトレーニングとかしっかりした方が絶対いいです。そういう人は高望みするなと。いや、してからやった方がいいですやるなら。肩痛くてベンチプレスできない、相当だな。肩やばいね。なんで俺に質問するんだよ。下半身がパンパンだけど下半身だけ痩せるの無理だなって。それ何でパンパンかじゃない、その筋肉で太いのか脂肪で太いのかによって違うけど、例えばスクワットしたらどこに重心を置くかによってふくらはぎが大きくなっちゃうとかそういうのはあるけど、インナーマッスルか了解ってきてる。でもあの筋肉で太くなったのを細くしたいっていう女性とか来たら結構困らない。いや結構怖いな。その方が大変だし時間かかるね。それ変に変なフォームで筋肉間違った自己流のやり方でつけちゃってこうなっちゃったんです、なんとかしてくださいって駆け込んでくる、パーソナルトレーニングに駆け込んできた方がトレーナー困るよね。そうっすね。なんか結構なんかもも前だけめっちゃ発達してたりそうそう、単純に痩せたいですとか言われた方が全然いい時代ね。本当そうです。そう だから、いや言うんだけど、こう言うとなんかほら営業みたいになっちゃうけど、まあ俺はもうトレーナーなんか全然やってないからもうあれだけど、本当に間違ったフォームで取り返しつかない状態になる前にパーソナルトレーニング来て正しいフォームを身につけて自己流でやるんだったらね、そっからやってほしいよね。そうですね。そうそうそう、だから一回、ね、皆さんぜひ稲森くん、まあジムの名前なんていう名前なんですか。ゼロゴールゼロっていうね。あ、ゴールゼロか。ゴールゼロ。さっきからそんなばっかりのやつ間違えてるね。ゴールゼロっていうの。ゴールゼロだって。ゴールゼロです。ゴールゼロってなんか点取られ、点取られないってこと。あ、そういうことか。なんだ、点取れないじゃなくて取られないってことね。それもかけてます。かけてんの。点も決めさせねえぞってこと、ね、取られまくってたけどね絶対言うと思ったそっかそっか、そういう名前ね。ゴールゼロですって。ゴールゼロ心斎橋、ゴールゼロですね、行きますって言ってますよあ、でも、大阪散々な思い出しかなかったわってその雑談配信したときに、いや大阪いいとこなんだぞって必死に言ってた視聴者だから、多分大阪周りにいるんじゃないかな、うん、あ、じゃあ大阪近いかな。あ、ガチで行くかもしれない。ぜひお願いします。そうそう、なんかね、よくスパチャとか投げてくれる方なんですよね。あ、そうなんです。ソルマックマイクって言うんですけど、ただめちゃくちゃリアル狂人ですけど、めちゃくちゃ変なやつですけどあ、でもね、面白い子すごくぜひ会いに行ってください。実物もっとイケメンよ、本当に。いやいやいや、やめてくださいハードル上げの。いやだってもうオカマバーのそのオカマがロックしてましたからねで、未だ連絡来るんでしょ、誘われるんでしょ。はい、いつ予定空いてますか、ね、か返すの忘れたら2回連続できてあ、もうコメント来てるわ。前髪がすごいからじゃんそれ。いやいや、一緒前髪一緒だったけどな。モヒカンでこうなってたよね結構激しめの髪型だった。高えよ。でもあそこ俺が飲んでた水こんなんで1000円だったってよ。あれ1000円なんですか。あれ1000円だったのって。何ビーカーみたいな入ってたのそう、なんかあ、やたら水でいいよって言ってすげえ飲ましてくれて、ね、優しいお釜だなって思ってたら1本1000円だったって。やってんなこいつと思ってふざけんなと思ってあ、稲森くん好感度すごい高いですね。笑顔が素敵よって来てるよ、うん、イケメンって。でもハートマークがやっぱ3連チャン来ちゃったのやばいねごめんね、迷惑かけたこっちのこっちに来てる人がこれかわいいじゃん稲森、うん、え、かわいい、かわいらしいじゃんこの、あの顔とさ、喋りとで、あ、うん、そのよくさ、鳥取の時はさ、あの試合の時もそうだし結構一緒だったんだけど、うん、でまあ試合も勝ったし、うん、あの
よく頑張ったなっつって俺ら隣のまあ車も一緒試合も隣だしさ、今日飯行こうぜっつったらすいませんって毎回断られてたから。なんでなんでそれはなんでそれはなんで？毎回は嘘っすそれ、ね、毎回ね、あんまり四六時中見たくない顔だった。違う100誘って2ぐらいしか来なかったんじゃないかな。夜はめっちゃ断られてるじゃん中で。3の2か1ぐらいです。昼はいけるんだよ昼は。それでも決めて夜はダメなの。そう夜はダメなんだよ。いや違うんすよ、ちょっと若かったんすよねその時。いや本当若かった。20歳ぐらいで、うん、ちょっとあのね当時ね、はい、当時ちょっと、ね、お付き合いしてた束縛が女性とね、束縛が激しくてです、ね、束縛激しい女性に一途だったんだ。あそうだったんだ。束縛系だったんだ。そうなんですよ。しかも中井さんとか結構あの、うん、夜遊び回ってるで有名だったんで、ね、とったり狭すぎてもうめっちゃ広まってるんですよ、ね、そういうのが。いきなりぶっこんでくんじゃん。ぶっこんだね、うん、そうです、まあ、だからあの僕は行きたかったんですよすんごい、うん、だからもう今誘われたらもう100誘われたらもう95ぐらい行きます。5回断んの？5は来ねえんだ。ちょっと来ないんだ。5回なんだよ断んの。でさ2人に質問が来たら稲森君に来てんのかな。一応2人に聞きたいんだけど、そのプロになる前と後ってどっちがモテるようになったって、これはでもね俺大事なモチベーションだと思う。子供たちにもこれからサッカー選手になりたいっていう人、小中高生たちにプロになったらこんだけモテんだってエピソードは意外とこうガソリンになるかなと思うから、これ正直に言ってほしい2人に。どっちがモテる？モテた？あまずさ、どっちがモテたか聞いていいですか。その学生時代とそのプロになってからとどっちがモテましたか2人は。それはプロじゃないですか。中島断然プロだね。ちょっとなんかモテエピソード1個ずつ聞いてもいいですか。本当にあったモテた話。いやむずいっすよ。もうプロを目指してた時はそのもうプロになりたいっていうこれだったから、うん、もう女性に対してあんまり興味なかった。嘘つけ。本当です。本当？でも、まあ、確かに何よりも最優先にサッカーをやってたんで、時間の子は好きだったけど、女の子は好きだけど、好きだったけど、でも、それ蹴ってても中では確かに本当サッカーやってたな。うん、あ、マジかよ、プロ目指しますって言ってきてる、こうどうしようもね、どうしようもね、視聴者が。なんか、これだけモテたエピソードみたいな、なんか、これだけモテた。こんな風に言い寄られたことがあるとか、まあ、ストーカーみたいなお話でもいいよ。そんなのあります？いやあるでしょ。中井さんはそれはねもうめちゃくちゃあるでしょうけど、中井はあるよ。モテたっていうかその、まあ、サッカー選手とご飯行きたいとか、うん、飲みに行きたいとかそういう女性は結構いたんじゃないかな。それでまあその飲もうっていうあれしたら、うん、そういう行きたいって女の子が多すぎて、うん、俺ら男性3人ぐらいなのに10人ぐらい来るとか。あそれはあるよね。まあそんな感じだったかな。俺一回現場に行ってみたことあるもんだって誘われて。あそうなんですか。もう異次元の世界だった。もう何これっていう。だって俺サッカー選手じゃないからただの一般人で、まあ、あるその六本木の店貸し切ってもう男女の人数が合わないですよ全然。もうとりあえず男子が 4,5 人しかいないのにもう女はもう10人以上バーっていて、うんね、そうもうどうしていいか本当分かんなかった俺は。それがやめたらさ、まあ、その一緒に飲もうって言ってる友達とかさ、うん、女の子に言ってあの飲まないっつっていいよっつって飲んだらさ、うん、今その子しか来ないんだけど一人しか来ない。そうなっちゃったね。その子はまあ来てくれるんですね。その子は来てくれるんですね。その子は来てくれる友達だから。その子の周りがやっぱその選手に食いついてたんだろうなっていう。聞いたぞ今。あれどうした？でもどうした？あ、ちょっと待って。それってなんかじゃあ R がつく人？ん？その女の子って。R？ あ違うかごめん何でもない。
ちょっと充電器取ってきていいですか。あ、オッケーです、オッケーです。充電器取ってきていいですかって。これでパンツ一丁だったらめっちゃおもろかったのにな。ティーバックとかやったらめっちゃ面白かったのにな。そこでアツシの ED だったし、俺の ED の話はどうだってんだよ、今ここでは。このチャンネルではやめろ。すごかったね。あれリがつく女の子じゃない。リわからん。あ、マジで、うん、あの友達がいっぱいいる女の子のお話かと思ったけど、稲村さん、いい足ですね。そりゃそうよ、鍛えてるんだもん。太ももかっけえってきてるわ、見てるわ。やっぱみんな太もも上げるじゃん、ああやって。うん、サッカー選手。あ、上げてる上げてるね。俺もびっくりした。おめえもかよって思った。中実も上げてるもんね。俺とこうカラオケ行く時とか、あれは何、やっぱなんで自信があるの、それとも動きやすいの。もう、あ、動きやすいで。あ、そうなの。試合中夏場とか暑いじゃん、短パン。うん、だからもう上げちゃって、ほら、あれ上がってねえな、あんま。ああ、上がってない。中地の方が上がってるね。結構スルスル。俺も、まあ、そんないい足してないからな、俺。大脚だし、コンプレックス。ねえ、なにヤモリ君さ、ちょっとさ、太ももの筋肉ちょっと、あの、見せれる？太ももかっけえってきたよ。太ももをさ、ギュッてこう力入れてさ、こう、見せれる今。僕細いんですけど、本当に。いや、そんなことない。ね、うわー、やっばこれがサッカー選手の足か。パンパンない、馬みたい。それが70試合の足か、それが。じゃあ、300試合の足をお願いします。300試合の足はどうなのよ、じゃあ。あ、でもすげえな。あ、でも全然あるっすね。すげえな。まあ、プレート入ってるからね。それはいいよ。それ、上げなくていいよ、それ、パンツは。見た？衰えてないっすね、中井さん。そうかね。すごいすごい。そうかね。ね、稲森くんの、なんかこう、今の中地みたいな、その選手になった後、こんな風にモテたってエピソード。いや、いくらでもあるでしょ、君は。いや、そういう。年中モテてそうじゃん。そうだよ。今だってモテてるくせに。今は本当に何もないっすね。何もなくないよ。やっぱでも、引退したらなんかそういう、機会って減るくないですか、なんかそういう。あ、元気時代の話。元気時代にさ、なんかこう、あの時なんか、あ、俺なんかモテる、選手になったらモテるようになったなみたいな。ウィーレバーじゃん、思った瞬間。よう知ってますね。ウィーレができるバーね。ウィーレができる健全なバーがまああるんですけど、そこ行ったら結構女の子がワンサがいたような記憶がありますけど。そこ行った時は何、あ、稲森選手みたいな。え、そんな感じじゃないです。僕、大阪いたのが18、19、20ぐらいだったんで、3年。3年。で、まあ、20歳ぐらいの時に、結構先輩に誘われていくんですけど、先輩がこう、まあ、女の子とかをこう呼んでたりするんで、大体年めっちゃ上なんですよ、24、5。ああ、うん。だから僕20とかで一番下っ端だったんで、だからなんかもう、すごい年、めっちゃ上に見えたんです、その二十歳ぐらいの時。あ、もうだから本当子供扱いされてたんで、かわいいみたいな。ああ、そういう感じになっちゃったんだ。それが結構嫌だったんですよ、その子供扱いされる。でも25までサッカー選手やってて、はい。で、なんか急に笑顔来なくなったけど、25までサッカー選手やってて、なんかそのファンレターとかはでもワンサーかもらったんじゃない。いや、そんなことないです、ね。嘘だね。いや、だって中地だってたくさんもらってるもん。もらったことはあるけどね。まあ、もらったことはそれありますけど、ワンサカではないです。なんか怖い内容のやつとかありました？怖い内容っすか？殺すみたいな。もう好きすぎて殺すみたいな。そこまでの人はいなかったっすね。あ、本当に？中地さんいたんすか？いや、いないけど、そのプリクラが入ってたりとか、当時で言うと。写真が入って、その送ってきた人もってことですか？送ってきた人がそのプリクラ、あ、私こんな人だよっていう、あ、そう、写真入れて電話番号と、当時は LINE なかったから、そのメールアドレスとか書いてあってっていうのはあったけど、でもね、中地そのファンレター来る、すごい、それがグラビアアイドルだった。あ、昔ね、まあ名前言えないけど、すごいっすね。
そう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 。でもその時すごい中地真面目で、ほらなんかそのサッカー協会ってそんなファンとか手出すなみたいなあるじゃないですか、うん、もうしっかりそういうの守る男の子で、意外とね一切手を出さずっていう、ね、すごいですよ。なんか僕の知ってる永井さんだったら速攻手を出して、本速で行くよね多分。ファンレターってどうするの、読んだり返信したりするのってコメント来てますよ。返信、返信ってないよね。返信はない。なんかサイン書いてくれって、うん、この間あのアツシの、そうですね、ポールって視聴者の、ね、そう視聴者の人が俺のカード持ってたから、うん、なんかカードはその間この前は返したけど、うん、まあ、読んでるは読んでるかな。別にそんなめっちゃ枚数もらうわけじゃないから、全然そうですね、うん、ちゃんと読んでるのは読んでます。あ、てかさ、俺最近フットサルをやったんですね、中地と一緒に。でそのためにトレシュー買ったんですよ、うん、でめんどくさいからいつもネットで買う癖があって、1足目買ったのが全然サイズ合わなくて、うん、あので返品とかもその期間とかよく見てなかったから返品もできなくて、ド新品であるんですよね、 26.5 だから本当は26ぐらいの人が履くのがいいんだけど、それなんかメルカリとかで売りたいから一足ずつ2人のサイン書いてくんねえかな。いや、中地さんだけの方です。定価ぐらいで売れるんじゃねえかなと思って、少なくとも中地のサイン書いて、山田君のサイン買ったらファンだったら欲しいんじゃねえかな。現役に書いてもらった方がいいんじゃない。ドシンピのプーマのね、黄色と黒のね、すごいかっこいいやつなんだけど、うん、完全に見た目で買ったんだけども、あの好きな女性のタイプを教えてほしいって言ってますよ、お二人に。お二人に好きな女性のタイプ聞いてもらいますか。女性のタイプ、なんですかね。まあでも明るい、明るい子がとりあえずいいです。明るい子、明るくて、あと僕無理なのが、あのブリッコする人たち無理なんですよ。ブリッコダメなんだ。わかる、わかります。ブリッコしてるのってなんとなくわかるじゃないですか。まあわかります、わかります。それがちょっとでも見えるとうわってなんかなっちゃうんですよ。へー、明るいっていうのはそのなんかどっちかといったら陽キャな感じ。あー、そうこう フェス行ってガンガン楽しむような。あ、そういう、あ、それはそっちじゃない、じゃなくてギャルっぽい感じじゃなくて、元気な、明るく健康的な元気ね。はい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 、なるほどね。結構でもそれなんかパーソナルトレーニングやってる女性とかヨガのインストラクターとかそういう人多くないですか。でも、あ、でも結構多いかもしれない。しかも美に気をつけてるから綺麗な人も多いですよね。綺麗な人もいっぱいいます。うん、そういう人はね、もしかしたら相性がいいのかもしれないですね。中地はどんなタイプの人が好きですか。タイプ、ほぼタイプだけど。なんだほぼタイプって。ほぼ全員タイプ。それタイプって言わねえんだよ、それ。強いて言うならやっぱ、鼻かな。あ、あのね、鼻フェチ。鼻フェチな。これじゃ俺のせい。鼻フェチ。どういう、どういう。これ俺のせいで。いやもう、すんごい。すごい鼻スーテと通ってる、筋通ってる、うん、筋、なんか高い人が好き。全然覚えてないけど、なんかそう小2の頃に俺中地より常にこう身長がちょっとだけちっちゃいから、背の順だと中地が俺の真後ろで俺が1個前だったりして、うん、でなんかしないけど俺が後ろ向いてきて中地の鼻触ってなんか鼻溶けてるとか言ってなんか言ったらしいですよ俺が。いや全然覚えてないんだけど、そんなポップじゃないから。どういう感じ、どうやって言ったの、どうやって言った、どういう感じだったの。あの鼻触らせてっつって鼻ピンって触られたら、うわ溶けてんだけどとか言われて。最低だな俺。それがめちゃくちゃショックだったんだって。そうだから俺溶けてんだと思って。俺もこれマジで覚えた。それ以来鼻コンプレックスだから。毎日でそれ以来女性のあれでしょん、ま、毎日こうやってやるようになったの。やるようになって、高くなれ高くなれみたいな、はいはいはい、それ以来女性の付き合ってた女性がすごい鼻高かったの、うん、で冬場でこういう風に布団で寝てると、うん、ここのあったかいのに鼻の先端だけ超冷たいの、うん、あだよね。それが好きで。わかんねえ。だからちょんちょん触ってた。
触ってたらしいよ、もうなんか見とれる、うん、それ以来なんか女性の鼻溶けてんねって言ってやっただからめっちゃ根に持ってるじゃんそれ以来女性の鼻を綺麗な鼻の人に惹かれるようになったので、うん、なんか鼻フェチ、そこなんですね。お尻とかじゃなくて、お尻とかは別にあんまり、お尻より鼻なの鼻断然鼻あんまりいないけどね、そういう人で俺明るくてぶりっ子じゃないです、よろしくお願いしますって言ってるよ俺ですか、あとよろしくお願いしますって束縛してきたその元カノについて知りたいなっていう、どういう、どう束縛されたのかなんか知りたいって言ってますよどう束縛、いや今結婚してないよね、稲森くんはね、独身だよね、え、してます、してるの、はい、なんで嘘ついてんの、嘘ついてないですよ嘘じゃん、え、嘘だ、本当です、本当です、え、そんなこと一言も言わんかったよね、あれ僕言ったっすよね、あれ俺白目向いてたから記憶なかったかもしれない俺あんた白目向いてるわよって言って起こされてたから俺あのおかまにえ、そんな話してるんだ、したしたした、え、絶対知らんかった、え、ちょうど1年ぐらい、どこで知り合った人、鳥取っす、鳥取時代の、え、束縛、ファンに手出した感じ、束縛と、束縛、束縛じゃない、束縛じゃない、束縛じゃない、束縛なし、はい、束縛なしではなかったですけど、え、じゃあ嫌じゃないで、嫌じゃないんでしょ、決して、じゃあ、え、じゃあ鳥取の時に出会ったの、そうですね、あの中地さんがいる時じゃなくてその何年か、どうすコメントで、結婚してるのかもうやだって男が言ってますね脈なしじゃんって、山、めっちゃ山田太郎って名前のやつが森岡連れてったの、いや遠距離してました、鳥取婚っていうのは鳥取で結婚すること知らんけど、こっち大阪帰ってきて合流あ、そうだ、向こうがたまに来てくれたりとか、結婚してるんだ、じゃあもう今一緒に住んでるわけでしょ、あ、そうですね、マジ、そうっすね、じゃねえだ、これ見てないの今見てないっす、見てないの、無言で待ってるんですよ、ずっと、あ、そうなんだ無言で、向こうで、向こうで待ってる、あ、今近くにいるんだはい、え、あ、そうなん、そうそう、下の名前はなんて言うんですか、その奥さんは、リノ、リノ、リノ、じゃあリノ、リノ愛してるぞってちょっと言ってもらっていいですか、いえいえいえ、ダメお願いします、そこはもう、なんで、え、一緒にやってんの、一緒にジムにいんの、いや今日たまたまなんかそのなんかジムの研修的なのがあったんですけど、うん、それで休みだったんで一緒に来てたんです、こっちに、じゃああと8時間ぐらいやろうぜ、8時間そうしようぜ、もう延長しよう、延長22時ケツって今日決めてたけど、うん、ずっと待ちょっとごめん、嫉妬してます嫉妬してます嫉妬してます、リア充が嫌いです、ねやばい、中地やばいよ、もううちらの10個下が結婚してる言ってて、うん、で25いな、彼女もいないってやばいぞ、このスタッフ 26か、じゃあほんと10個だな、10個し違いで、10個っす、やべえな、もう賞味期限切れちゃったよ、1個です、あ、上なんだ、いいじゃん、子供はいないですよね、さすがにね、子供いないです、ですよね、欲しいですか、子供は、ここはやっぱり、いや、まあそれは子供好きなんで欲しいですけど、サッカーやらしたい、あー、でも一緒にちょっとやりたいっていうのはあります、あー、でもそうだ、強制ではやっぱやらしたくない、やりたい、まあ、好きになってくれたら、そうで、ね、で教えてあげれるしね、まあそうっすね、だってある程度はって結構選手だったからねめちゃくちゃ教えられるからそこら辺のコーチと比べたら比じゃないでしょ、そうだよ、あ、いいお父さんやってきて、いいね、お幸せにって応援メッセージ来てますよありがとうございます、お幸せに、いい選手だったのにもったいないなめっちゃ言ってくるじゃないですか、前から、いやいやいや俺は常に評価高かったよ、マジっすか、イナの評価はやっぱあれも見れるのはすごかったよ、いや嬉しいっす、だから J3 にいるんだと思って、そういう選手がいないと思ってたから、
そう、あれはびっくりした。結構光ってたんだ、じゃあ。そうそう、だからみんな結構、あ、こういうレベルの選手いるんだっていう入り口だったから、そういう目で見たら他のやつが全然できないっていう感じだったけどそういえばね、1個見落としたコメントがさっきやって言わなかったんだけど、うん、あの、今からでもサッカー選手になれますか、今年25歳ですみたいなコメントがあったんですけどいけるいやいや、諦めなければいけるよ。諦めなきゃいけるって、うん、どっかであったんだよそれ。あ、ちょっと見落としたとは俺今パッと思い出したけど、そう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 、あーそっか、ちゃんとマジでなりたいって思えば絶対なれると思うよ。あの、僕、中地がまた止まった、大丈夫、うん、僕今年あの36になったんですけど、まだいけますかサッカー選手。いける、いけるよ。止まった大会外です。あれ止まった、あ、びっくりした、一瞬配信が止まったかと思ったいや、いけるって40何歳かで、あの、クラウドファンディングで J リーガーになった人いるよ。クラウドファンディングで J リーガーになった、クラウドファンディングでそのトレーニングする費用とかを援助してもらって、J リーガーなれたの？ J リーガーなった。どっか、今 J3 かな、どっか。あ、じゃあ冗談じゃなくてガチで行こうと思えば行けるんだね。42歳か3歳の人。へぇ。でも給料ゼロだよ。やだ。給料ゼロ。試合出て勝てば勝利給が入るから。そっか。試合出なきゃダメだね。いやもう俺はサッカー向いてないことすごい分かったもん。まあ。ね、やっぱお金の生活がかかっちゃうからね。まあまあまあ、まあそうですよね、どうしてもね、気持ちだけではね、まあ稲もそうだったと思うけど、全然まだまだできるけど、ね、実際厳しいもんね、環境だったり。そうですね、そうですね、 J3 は結構厳しいですね。きついよね。じゃあちょっとこの2人にさ、今まあもう今21時もうすぐ45分になりますわ、うん、そろそろ時間もなくなってきたから、うん、最後のテーマとしてね、うん、一つ聞きたいんだけど、こうサッカー選手になったらこんな感じだぞっていう、サッカー選手目指してる人たちがなんかモチベーションが上がるような、選手になったらこんな生活が待ってるぞ、こんだけ環境が変わるぞとか、プレー大観衆の中こうプレーしてる時はどうこんな気持ちとか、なんかこう夢のある話もしあれば聞きたいですね。それはね、中地さんの方がそれは長いんで。いや、稲森くんもあるでしょ。中地さんもお願いします。まあそうだな、一つ自分の夢が叶ったっていうことで自分自身に自信が持てるようになる。ああ、いいですね、いいですね。 5個ぐらい聞きたいな、そういうのでいいですよ、うん、自分自身、まず自信が持てますよね。有言実行したっていう、うん、夢掴んだんですからね、うん、うん、でまあ、いい人悪い人はいるけど、うん、やっぱ周りからの注目度は集まって、あ、大事な時にちょっと回線がちょっと待って、これいい人悪い人いるけどなとかでいいですか、もう一回。あれ人悪い人いるけど、あ、ちょっと待ってね、うん、動いてる、視聴者目線は止まってないのかな、これ止まってないと思う。もう一回いいですか、うん、あ、今大丈夫、今大丈夫。いい人悪い人いるけど、いい人悪い人いるけど、まあたくさんいろんな人から注目は浴びて、いろんな人が寄ってくる、うん、まあ注目される、うん、人気者になれるというか、うん、まあ、ね、まあ人に認めてもらえる、多くの人に認めてもらえて、うん、そうだね、まあ、その充実感がすごい得られたっていう。そうだね、ですね、まあそういう風になりたいと思ってもやってたし、人気者に、うん、うんうんうん、で、まあ、やらしい話ね、ほらこっちも良くなるじゃないですか。そうだね、まあそこを買いたいものが買える。そうですよね、何でも買える。まあ僕の場合はその車とか好きだったから、結構やっぱ自分の欲しいのはいろいろ乗れたかな、ね、うん、そうだよね、うん、じゃあそうするとまたさらにモテ始めるしね。そうだね、そうだよね結婚してねえんだけどどうしようもね、どうしようもね、まあそっかそっか、でもいいよね、それが何よりじゃんね、うん、生きててさ、きっと誰でも認めてもらいたいと思うから、人間って、うん、まあモテたいし、ね、お金持ちになりたいしって、まあそういう、あ、もう素直にそういう目もあったし、
でもそうやってはっきり言う人って俺好きですね。綺麗事抜きで絶対そういうのあるじゃないですか、うん、男って、うんうん、だから、うん、自分に自信が持てて人に認められて、そうだね、まあうん、充実感を得られるっていうことですね。稲森くんはどう感じましたか？こうプロになって、うわよかったな、プロになれてよかったなって思えたこと、まあ挫折もあったでしょうけど、うん、こういうとこよかったなみたいな。消えた2人、大丈夫か？2人不安定だぞ一番どうでもいい俺が一番安定してるそうっすね、なんすかね、まあその若い18、19、20とか若い時に絶対普通の同年代じゃ経験できないようなことはやっぱめっちゃ経験はできるかなっていう、いろんなつながりも、うん、あ、そっか、つながりか、つながりもできますよね、結構いろんな、まあ悪い、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味で悪い人もやっぱやってくる、よく丸くも人がやってくるって、まあ、さっきの中で、ね、そう、人は選ばないといけないですけど、そう、人を見る目は結構良くなるよね、はいはいはい、そうっすね、この人やばそうだなとか、あ、なんかそういうの分かるようになる、うん、分かるようになるね、寄ってくるからいっぱい、うんうん、そっかそっか、あとはなんかこういろんなこうサポーターからなんか応援メッセージとかいっぱいもらえてたでしょ、うん、そういうの嬉しくない？嬉しいですね、やっぱ力になります、うん、そうだよね、そうだよね、毎日のようにジュースくれてる、くれた人、鳥取の時の応援してくれた、毎日のようにさ、暑い中ジュース買ってきてくれて、冷やしといてくれて、マジで、そう、練習場スタ、あ、感謝だね、そう、出るときに、はい、どれか選んでいいよみたいな、へ、うん、その人とかは鳥取市から来てくれてたから、確かあどれぐらいの距離に、2時間かけて、まあ、毎日ではないと思うけど、その週に2回とか、うん、多くて3回とか来てくれててね、その、あ、そう、応援してくれてるから、なんかそういう人がいるとなんか頑張んなきゃなって気持ちになれるよね、多分ね、うん、励みになるよね。いや、もうその人は本当すごいあれして、僕がその商売やり始めて靴下とかもその買ってくれたり、うん、今その T シャツ着てるのもそうでしょ。あ、そうそうそう、で、ね、新しくエシェル T シャツ買ってくれたりしてたから、プレゼントとしてその鳥取の時のユニフォーム入れて送ったもん、うん、あ、本当に、うん、あ、鳥取のユニフォームもあげたんだ。あげた。もうその前。アウェーだった。とあげるよね。かもしれないけど。いや、アウェーでも日本はね。ああ、コメント来てますね。すごいな。そんなことされたら頑張らないとな。だって確かいろんな人とつながりそう。ありがてえ。いい話聞けたんじゃない？ね。いや、本当に日本の人、すごいよ、ね。これが少しでもなんか、ね、サッカー選手目指す人のモチベーションにでもなってくれたらいいけどね。うん、このチャンネル見てる人で生まれるかもしれない、ね、うん、中地の後輩のね、小学生の子たち意外と見てるっていう情報を最近ね、見てくれてるらしいから、キャッチしてみ、そう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 、中地ジュニア、うん、中地ジュニアですか、中地ジュニアがいっぱいいるよ、そう、中地ジュニアがそうそうそう、めっちゃ笑ってんじゃん将来有望っすね、中地ジュニア、中地ジュニアはね、有望だよ。なんかね、その子供、小学生とかからしたらそんな大人の下水話なんかしたってもう分かんないから、うん、もっとこう上手くなるための動画出してくれみたいなリクエストがあったみたいだね。あつし、直井さんのあつし、直井さんの質問を読んで、あれ、 なんかまた聞こえる、もう一回、え、直井さん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 、多分栃木のサポーターの方だと思うんだけど、はいはい、ああ、高校サッカーしてるんだって、うん、トレーニングや試合によってメンタルが安定しないのですが、どうしたらいい方向に、いい方向に向け、どうしたらいい方向に向けたらいいですかって、おかしいな、どうしたらいい方向に、まあ、向きますかって、要するに、なんか、トレーニングとか、試合をしてて、メンタルが不安定なんだ、簡単に言うと、メンタルを安定させる、常にこう、モチベーション高く保ちたいってことなのかな、多分浮き沈みがすごいしちゃう人なんじゃないかな、このサッカー部の人なんでしょうね。どういう心構えでした2人は、ちなみにその学生時代、高校の時とかはトレーニングとか試合やってる時の心構えとか、試合前とか。俺は死ぬほど練習した。
死ぬほど、あ、もう練習こそ自信をつけるためのものだみたいな。だから、うん、あの高校生の時はみんな帰った後も一人で夜12時とか1時ぐらいまでボール蹴って、うんうん、言ってたね。それが他の人たちとは違いじゃん、うんうん、だから試合に出る時も俺はこいつらよりも3時間多くサッカーやってたんだっていうメンタリティがあったから、うんうん、だからそれがすごい自信になって、自信に向かっ固まった、自信になって固まってた、自信つながったんだね、うん、そうそう、試合の時にはもうそういう強いメンタリ自信に満ち溢れてたというか、うん、そっかそっか、そう、俺こいつらよりか練習してるしみたいな、そうそうそう、あの練習通りやればいいわけだしみたいな感じで、あのクロスが生まれたわけだ、うん、そうそうそう、まあ、はいはいはい、違うとそう、 J の時もだって絶対そう、あれはもう絶対決めてて、ずっとプロになったからもずっとやり続けてて、うん、で、まあ何本、ある程度何本か決めて、それを納得するまでやって、試合に臨む、うんうん、実際それ試合出てたもんね、あの YouTube 上がってて、福岡時代かな、うん、YouTube 何個上がってるの見たけど、マジで神がかってるクロス、うん、俺だ感動しすぎて何個か Twitter 上げちゃったもん中地って本当はこんなかっこいいんだみたいなかっこいい、そうだから、そういうあれ練習でメンタルはカバーしてたかな俺の場合は。練習でだからまあ悩んでる暇あったら練習すれば、うん、あれだね、だからメンタルが気持ちを作ってから練習するんじゃなくて、練習したらもう気持ちが作られるよっていう逆のパターンで、ね、不安なところはやっぱりそこで補うしかないかな、うん、全てもう行動でカバーするという感じで、うん、皆さん本当にありがとうございます、すごく感謝ですってあのコメント来てます。稲村くん、なんかこう試合前に どうやって気持ちを高めてたとか、自分のモチベーションはこんなところにあったとか、なんかそんな話だったら教えてほしいですね。まあでも自信つけるのはやっぱ中地さんと同じような感じですけど、うん、まあ練習からやっててないとやっぱ試合では絶対できないんで、練習で納得いくまでやるのは大事です、ね、あ、もう納得、自信つくまで、できるまで自信つくまでやるってこと。練習で不安やなって思ってたら絶対試合なんかもっとできないんで、絶対、はいはいはい、であとはその自分がこれやったらこれだけはなんか負けへんみたいな、中地さんだったらそのクロスじゃないですか、うん、そういうの一個だけでも持ってると、うん、なんかそれに調子悪い時でもそれに頼れるっていうか、そっかそっか、何もない、全部平均的だとそんな調子悪い時になんていうんですか、ね、頼るものがなくなるんで、うんうん、そうなるともう落ちていく一方、落ちていくっていうかどんどん下がっちゃうんで、うん、そっかそっか、じゃあ2人ともまあ ほとんど同じようなことですね、サッカー選手2人が言ってるわけですから。でこの方、その直井康則さんというその名前が来てて、そのノリがね、中島貴則のノリと一緒の字じゃないこれ、ね、一緒一緒ねえ、うん、頑張ってあの未来の J リーガーになってください。ほら、他の視聴者も応援してますね、直井頑張れよってくま、うん、うん、練習して上手くなったら自信がつくからっていう回答でしたよ。はい、よろしいですか。じゃ今度稲のところで、あの動画撮影しに行くわ。いや本当にトレーニングさせてもらうやつを。トレーニング風景を。どうしてってことはまた、ってことはまた大阪行かなきゃいけないね。あ、そうです。大阪もいいわ。いやいや、なんですか。来てくださいよすぐ。え、ダムル君何言おうとしたの？え、だからあの中地さんの。うん、ビフォーアフターしましょう。ビフォーアフター。ビフォーアフター、ね、でもいいんじゃない？肉体改造。だからあの東京、あ、でも大阪めったに来ないです。恵比寿行った方が近いんだけど。安いし。だからあの普段は恵比寿で、たまに大阪。うちもパーソナルでビフォーアフター使うの。あんまり募集してねえんだけど、うち。もうパーソナルやめていきたいなって話してんだけど。そうそう。そうです。シフトチェンジしていきたいってなってても。うんうん。OK です。あ、でも中条ビフォーアフター、はい、あの見たがってる方はいますね。オンライントレーニングね。はい、そうですね。じゃあ、そろそろお時間なので。うん、今もそろそろ電車で帰らなきゃいけないから。そうですよね。そうですね。彼女、嫁待ってるし。
持ってますね。え、怒った？じゃあ今度奥さんも一緒に出ようね、ここに。え、あ、全然全然本当にいいんだ。怒られる、怒られる。サッカー選手人狼やらせてよ。サッカー選手人狼。サッカー選手人狼。あ、ごめんごめんごめん、あの人狼ゲームっていうのをすごい私が好きでね、あ、初心者ばっか集めてやりたいなってすごい思ってて。あ、人狼やりたいっす。やったことある？本当に？あります、あります。あるの？なんか遊びで やりましたよ。マジで？絶対稲には絶対勝てると思うわ。二人とも沼そう。いやいや、中地さんそんな強そうじゃないっすよね。いや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 、中地半端じゃないよ。勝率2割ぐらいだから。軍抜いちゃ弱い。いや、俺ね、サッカー選手集まってくれたら俺ゲームマスターやるから、だからもうぜひそれやらせてもらいたいな。あ、やりたいっす。誰か鳥取勢いたっけ？鳥取勢ですか？うん、それこそだから今見てるかわかんないです。鍋さん、鍋、あと牧人とか陽介さん、陽介さん、陽ちゃん肉売ってるよね。焼肉のあればっかしてるわ。あと誰がいますか？マキト。あ、マキトなんか言ったら絶対行きます。来る、はい、あいつシンガポールいんだっけ？いや、今もう日本に。あ、日本にいるんだ。もうサッカーやめたの？はい、いや、まだなんか今チームまだ今年は決まってないんですけど、体作りしてます。なんかそう。いや、頑張ってるな。7人ぐらいいたら、7人ぐらいいたらできる。何人いたらできるの？まあ、最低7人でもいてくれたら。7人。そうそうそう、なんか結構面白い感じのやつができるかもしれない。もう初心者ばっかり何も教えずにやらせてみたい。ごめんなさいね、あのこれは僕のただ個人的なあれなんで、うん、はい。じゃあ、また稲村くん、うん、どっかのタイミングでね、また あの、はい、遊び来てください。ありがとう。お願いします。はい、リナのあれ貼ってるんで、リンク。あ、コメント欄に、ぜひ、うん、コメント欄に。ホームページがまだできてなくて、ホットペッパーなのかまだ。うん、あ、本当だ。ホームページがまだもうちょいでできるんですけど。うん、俺今開くわ。まあ、インスタもあれしといた、あれ載せたんで、ね、ゴールゼロ。ありがとうございます。あれ、お探しのページが見つかりませんって1個出たよ。見つけた。見つけたかも。大丈夫。まあいいや。上の方、まあいいや。下の、あ、でもインスタだった。まあ、インスタで。インスタの DM を。ああ、確かに確かに。あ、ゴールゼロ。そうだね。ゴール、本当だ、すごい美人な人トレーニングしてるやん。ゼロでしょ。うん。はい、ゴール、下棒、ゼロでしょ。あ、そうそうそう。そうだよね。ゴール、下棒をゼロで出るよね。はい。で、気持ち悪いパーソナルトレーナーが出てくる。前髪のすんごい角度が、すごい角度した。いや、ちょっと長いか短いの刺すよね、長井さん。何それ、もう横風なのか前風当たったのか、もうわけわかんない。ずっといじるよね。大阪からずっといじり続けてるけど、そこね。台風くん、台風くんって言えば。一緒っすよ。一緒、長井さん。一緒じゃないよ。何イチャイチャしてんだよ、二人で。じゃあ、ね、はい、とりあえずね、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そしたらまた、面白かったってやりましょう。稲森ありがとうってコメント来てますよ。またお願いします。とりあえずじゃあ配信切りますね。はい、はい、はい、皆さんありがとう、バイバイ。稲森さんまた来てな。お疲れ様でした。